布引き山地は、三重県中部を南北に連なる山海の総称。標高は600から800メートルほどで、能美平野の西端と伊勢平野の北端を隠する位置にある。最高峰は南部に位置する大道山、標高985メートルである。北は鈴鹿山脈、南は高圏山地に接する。南北に伸びる山地で、東西方向には、 盆地や平野が明け障害物がない。そのため、東西方向に風が吹き抜けやすく、年中強風が吹く。青山高原にある被災榊原風力発電施設はこの特徴を利用したものである。どの山も標高1000メートルに満たない比較的規模の小さな産地ではあるが、周辺の気候に与える影響は大きい。布引き産地は、 ちょうど、上の盆地と伊勢平野を隔てる屏風のような形をしているため、伊勢湾から入る湿った東風を直接受けることと、なりきりの発生や降水が多い。しかし、山地の西側にあたる上の盆地では、伊勢湾からの風が山を越えるため雨量も少なく、空気も乾いた盆地性の気候となっている。布引き山地は二つの国道が、東西に通過する。主なものは、 長野峠を越える国道163号、青山峠を越える国道165号の二つの国道である。どちらの峠も標高400メートルを超えるため、年間を通じて天候急変や霧の発生、陶器は凍結や積雪に注意が必要である。国道25号も布引き山地を通過していると見ることができる。鉄道では、 近鉄大阪線が国道165号と並行するように長大な新青山トンネルで一挙に貫いている。布引き山地は都市圏の境でもある。青山峠より西側の伊賀地方は近畿地方との結びつきが強いのに対し東側の伊勢地方では東海地方との結びつきが強い。3から1から1伊勢平野の地形、地質概要。 地震調査研究推進本部2020年7月10日閲覧ありがとうございます。